はい、では今回はですね、えー、と函館競馬場と札幌競馬場、えー、ダート 1700m について比較してみようと思います、まあ、函館からさ札幌っていうこの連続して滞在する馬っていうのは多いと思うので、まあ、特にエルムステイクスなんかだとこのダート 1700m で施功されるので、まあ、注目されるかなと思うんですよね、まあ、ダート 1700m で比較し,しようと思うんですが今回集計条件としては両馬場に限定しますね で枠順客室に着目するので頭数によってばらつきが出てしまうと良くないので13頭以上に限定しますで期間としては2009年から2019年のまあ、約10年間のレースを取りたいと思いますこちら、えー、客室を比較してみようと思います客室まあ、つまり逃げ先行中断後方まくりこの5分類がターゲットの中ではあるんですが、えー、函館と札幌を比較した時にまあ、大きく違うのは逃げの数字ですよね 函館は逃げつまり四角あるいはその他のコーナーで先頭に立った馬を指すのですがこれが52%の負勝率ですが一方で札幌は36%と逃げ馬っていうのが決して札幌函館ほどは良くないっていうことがこのデータから分かりますね、まあ、先行中断などはほとんど大きな差異はないですよね、まあ、札幌の方が気持ちいい後ろでも届くかなっていうデータですよね 栗、まあ、も大きな差はなく、まあ、むしろ函館の方がいいかなっていう感じのデータなので、まあ、函館で逃げてうまくいった馬を札幌ではちょっと疑ってみるっていうスタンスでいいのかなと思いますね。えー、次に、えー、副勝の回収率で、えー、同様に客室で比較してみたいと思います。えー、そうしたところやはり先行中断後方では大きな差が出ないと。 ただこのマクリです、ね、まく、あ、りの定義っていうのはこのターゲット上では、えー、位置取りを途中で、えー、大きく上げた馬を指すんですが、えー、要するにポジションを変更したっていうことですよね後ろから前に行くっていうことで、えー、そうした時にこの札幌のまくりの副勝回収率がかなり高いので、えー、逃げっていうのは有利ではなかったですが。 途中で動いていく馬は、えー、回収率が高いということなので、意表をついた人気薄のまくりには警戒していいのかなと思いますね。はい、えー、次はこれ4コーナーで前から3分の1以内にいるということですね。例えば12頭で走っていた場合、3分の1ですから前から4頭目以内にいた馬、この馬の副勝率などを比較してみようっていうことなんですが、 復勝率、復勝回収率、両方において函館、札幌では、まあ、大きな差はないんですよね。つまり4コーナーの位置取りに関しては、まあ、特にこの2つの競馬場では差がないと、まあ、むしろ50%来るのでやはり4コーナーでは必ず前にいることが、えー、まあ必要条件かなという感じですよね。4コーナーで3分の1以内前にいれば、えー、約半数は馬券に絡むということなので、まあ、いかに4コーナーで前に取り付けるという。 とといいうことがポイントになると思います、ねまあそして枠順比較なんですが、えー、これはまず復勝率なんですけども、えーまあ、函館の方は、えー、こうばらつきの大きなデータが傾向があるんですが、まあ、札幌に関してはまあ正直ほとんど復勝率においては差がないですよね。まあ、緩やかかに外が不利かなというぐらいで、まあ、普通ダートの競馬場っていいますと外枠が有利な傾向が強いんですが。 まあこの函館、札幌に関してはまあ、そんなに大きな目立った、えー、特徴は見られませんよね。まあ、札幌に関してはほとんど平坦なグラフになっているので、まあ、枠順に関してはあまり考慮しなくていいのかなって思いますね。で、まあ、えー、ちなみに同じように枠順と複勝回収率を見てみますと。まあ、こちらも函館は内枠の回収率が低い傾向が出ていて、まあ、札幌も。 いや札幌は全体的に函館よりも回収率が高いっていう結果傾向があるので、まあ、少し、えー、人気薄の台頭には警戒していいのかなと思いますね。まあ、枠順でいくと、まあ、そんなに大きなや,やはり偏りはないですよね回収率においても。なのでやっぱり枠順ではそんなに枠順についてそんなに予想で意識することはないのかなって思いますね。 まあそれよりもいかにスムーズに前を取って4コーナーでちゃんと前から3分の1以内にいるかっていうことが重要かなと思いますね。はい、ではまとめますと、えー、全体的に函館と札幌で大きな傾向の差はないということなんですが、まあ、強いて言えば逃げ馬に関して札幌の方が函館よりは苦戦している傾向があるので、まあ、函館 から札幌に連戦する場合、函館で逃げてうまくいった馬については、札幌では疑ってみてもいいのかなとは思いますね。ただ、まあやはり小回りの競馬場なので、まあ、札幌であっても逃げ先行前が有利であることは当然変わりないので、まあ、そこはまああくまで函館との比較っていう意味で疑うっていう感じですね。まあ、基本は逃げ先行というところを抑えつつっていう感じですかね？ まあ,あとは、まあ、まくりがちょっと札幌では軽快かなっていう傾向が見えたので、まあ、そのあたりに注目すると、えー、面白い馬券が拾いやすいのかなと思いますね。今回は以上で終わります。